丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです。いいのよ、正面から見たら全然目が見えないね。皆さんこんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年11月25日金曜日の午後4時0分です。今日はシャンクさんが行商にいらしてますよ。靴やバッグを求める方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。さあそれじゃあちょっとシャンクを訪ねてみましょうか。お、スポーツ走り込んでた。あら、エナさん、声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね。話しに来たよ。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね。素敵ね。そしてそこのアンチョビア。やっほー、エナくん、なんとなく君に会えるような気がしてたんだ。弟子、おしゃべりしよう。なんか誰か考え事しよる。何をしようか考えてたらあっという間に夕方だ。弟子、今誰かなんか考え事しおらんかった。気のせいかな。え、ビアンカはもうどっか行った。早くね。え、めちゃくちゃ早くね。何の音やったんやろ今の。え、音聞こえんかった。あれかな、普通にシャンクがなんかしたんかな。いらっしゃい。お、あんたか。ここでも会えるとは嬉しいね。この島へも時々靴やソックスを売りに来てるんだ。今後ともよろしく。え、島で会うの初めてでした。違うよね。よかったら今日の品見るだけでも見てってくれよ。あれか、向こうの島で、ん、おさえさんなんか考え事しよる。もしかして、待って、電気屋の紙袋、セカンドバッグ、かわいい。はい、欲しいです。ちょ、おさえさん気になる。あ、セカンドバッグも欲しいかな。あのリュック持っとったっけ。持っとったような気がするな。ちょ、待って待って。おさえさんもしかして出て行きたいんじゃない。いいよ。はい、買えます。以上、以上。やっぱ落としたよね。勘違いかと思った。オッケー。あのなんか宇宙っぽいリュックも今の格好に合いそうな気がするけど。おさえさん、実はオリーってあんたに話しておきたいことがあるんだよ。この島ではたくさん思い出もできたし、そろそろ新しい場所に引っ越そうかなって真剣に考えてるんだ。パネ、おさえさんあれよね、アスムのとこから来たとこ、来た子やったよね。そうなんだ。にこやかに。あんたと仲良くなれて嬉しかったよ。うちが後ろ髪を引かれないように旅立つ日は笑顔で送り出しておくれ。これから引っ越し物作りもあるし、なんだかバタバタしそうだけど、またよかったら話しかけてよパネ。これで次は一徹だな。次可愛い子来るかな、どうかな。はい、住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。よし、それじゃあちょっと私は仕事の旅立ちます。元気でね、おさえさん。おお、メーカーてか、世間話でも。気がつきゃこんな時間だぜ。何してたんだっけな俺てか。大丈夫。なんかすごい黄昏れてるの、花眺めてんのか。ごめんね、家の前散らかして。めっちゃなんか掃除しよるけど。あいなか、勝負するならいつでもバッチコイだぞの心。お話ししよう。おいら筋肉に毎日話しかけてるんだ。そうすればなんとなくよく成長するような気がしてさ、な心。いい心がけなのではないでしょうか。お、こんなところにいたよ、ビアンカ。はい、到着。おかえりやいな。事務所で匠さんに挨拶してきなよ。了解です。さあ、今日はどんなお仕事かなー。多分一節とかはまたしばらく先なんやろうね。アイナちゃん、待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。おう。アイナちゃん、どうしたの？お仕事する？はい、しましょう。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。うん、今日は普通っぽいね。じゃあ海岸から探してこよう。
今日は新人のボーカルを育てられるいい環境がないかね。新人のボーカルを育てる環境、待合所で誰かを待つ感覚、それをいつも味わっていたいわ。なんか前回もいませんでした？あ、ここなんやね。なるほどなるほど、場所がいまいちよく分かってなかったけど、古い機械を眺めながらコーヒーを飲むって渋いよね。ほう、なんか今回めちゃくちゃ個性的な子が多いんだな。分かりづらい。そしてホテルのような上質な空間でゆとりある暮らしがしたいわ。ふんふんふん、まあまあまあ、うちは持ってる。託児所があればご近所さんもきっと喜んでくれますよね。託児所を作るの、あーなんかそれいい感じかも。要は子供部屋みたいな感じやろ。絶対可愛くできるやん。サッカー一筋の日々を送れるところで過ごしたいな。うん、じゃあ託児所行こう。すみません、ぼーっとしていました。不動産関係のお仕事をされている方なんですね。実は私、この辺りの別荘に住むっていう夢があるんですよね。いいなよ、お聞かせください。ありがとうございます。プロの方に相談できると安心ですね。それではよろしくお願いします。いいなよ。エプロンだエプロン、お世話になります。いいのよ。自分でいいのよって言わないで。私の希望としてはこういう感じなんですけど、家庭的な託児所、マリア様。なるほどです、素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。ってことはなんか周辺が危なくない感じのとこがいいよね。海とか崖とかないような感じのところがいいのではないでしょうか。そして自然に囲まれた場所がいいかなと思うので、あ、でもこの辺なんか奥に見えるラティスとかもちょっといい感じの味を出している。あ、ここなんか広く遊べそうな感じするな。ちょっと池が危険かもしれんけど、すごいリアル目線で言うけど、でもなんかいい感じじゃない、ああいうの。うん、ここはなんか何もなさすぎてちょっとなって感じも。さっきの、どうしよう、ここか。え、どこ、え、どこ、え、どこ行った、ここの二択かな、私の中では。こっちかな。うん、よし、ここで、ここにします。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。いいなよ。それではマリア様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、マリア様を現地にご案内してね。了解です。あー、いいねいいね。なんか周りの景色的になんか街中にある感があるやん、ちゃんと。わー、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるか楽しみです。いいのよ。なんか今までのとこはさ、全部なんか、なんていうん、孤独というか、周りに人の気配を一切感じん感じやけど、託児所とかやったらね、こういうとこの方が安全な気がする。それではどうぞよろしくお願いしますね。了解です。託児所ね、この辺にさ、でも託児所、私の中のイメージ託児所っていうか幼稚園のイメージで作ろうとしよるけど、大丈夫かな。ベビーベッド、ベビーチェア、あ、なんか思ったよりわからんかもしれん。思ったよりわからんかもしれん。いや、自分が通いよったのもさ、幼稚園やしさ、どうかな。一応なんか保育園も行きよったみたいな話を聞いたことはあるんやけど、記憶にないし、そんなの。とりあえず、バス、バス、送り迎え用のバス、え、ある？あ、あるかな。え、一回使ったやつはなくなったりせんよね、多分。どの辺なんだろう。え、なんか区分で見たらいいんかなと思うんやけど、あ、トラックの見た目を変えるっていう感じかな。そっか、バスはないんか。トラックな、違うよね、トラックじゃちょっと。
トラックで違うんすよ。トラックで、まずはあのペイントを見たいだけなんですが、ペイント、いやロゴ、いやどうやっても違うねん。まず形がバスじゃないもんね。そっか、じゃあ自転車ぐらいしかないか。じゃあこの辺、ここって置ける？一応置けるんかな。じゃあ自転車並べよう。こっちをね、シティサイクル。マウンテンバイクで送ってくる人おらんよね。じゃあシティサイクルで、ちょっと待てよ。はい、これで3台ぐらい置いとったんでいっか。こう、あ、3台並べれそう。グリーン、ライトブルー、あ、3台並べれそうかも。お、いいね、いいね。結構ギュウギュウでいける。ホワイト、うんうんうん。いや、上はね、まあ、あの、子供たちの遊び場にしようかと思っとるけん。砂場とか作りたい。あ、まずちょっと、家かな。家庭的な託児所。かわいい感じがいいよね。和風な感じじゃなくて。あ、周りにこういう、草があってもいい感じやけど。どうかな。こういうのちょっと小さすぎると思うよね。こういう感じ？家庭的かな？わからん。こっちの方がいい？あー、でもこっちの方がいい感じかな。屋根。やっぱ清潔感がある感じかな。赤の石。石とか落ちてきたら危ないかな。まあ、でも瓦でも一緒か。そこまで考えるの大丈夫か。ベージュ。壁。ピンクめっちゃ可愛い。ちょっと待って。赤い木枠。水色。あ、待って、水色で、屋根を、ベージュ。どうかな。茶色。オレンジ。かわいいな。赤、緑。ベージュ。ベージュかな。ドア。ドア、ドア、ドア。色変えるだけぐらいでいいかな。ピンク、紫、青。いつもなんかね、結局一番最初のがめっちゃいい感じに見えるんよね。奇抜やったとしても。白、どうやろう。グレー、なんかパッとせんねよな。ベージュ、ベージュかな。ベージュでサンドするやつ。ドア飾り、ナチュラルウッドブラウン、アッシュブラウン、アッシュブラウン。すごい、なんか馴染んでしまっとるけど。もうちょい違う色味の方がいいかな。あ、でもライトブラウンは若干浮き出とる感じ。よしよし。んで、位置はここでいいかな。で、あとは、オーダーね。お、おしゃぶりがいっぱいある。めっちゃある。かわいい、めっちゃかわいい。体操服、スモック。ほうほうほう。砂場とかはあったあった。砂場。ね、いい感じよね。砂場。滑り台。でも家の中にもいろいろなんか作りたいけんな。滑り台。ウォータービュー。
こっちで手洗って、あ、でもウォータービュー、見た目的にはウォータービュー綺麗なんやけど、でもやっぱね、こういうところに設置してあるのってあれじゃない？あ、ウォータービューはウォータービューで置いとったんでいっか。うん、ここに一応置いといて、手洗い場みたいなのあるやん。え、それは一体どこなんだ？ないんかな、まだ。手洗い場。ん？何の音？川の音か。手洗い場。ん？なさそう。いや、ねえ。あ、くそ、ないんか。学校。いや、ないね。あ、なかった。全然なかったよ。あ、違う、これや。私、幼稚園の時の手洗い場、本当にこんな感じやったんよね。こういう感じので、なんかみかんのネットに入った石鹸が置いてある感じの。なんか、なかった、そういうの。手洗い場。んで、あと、ジャングルジムも置こっか。ジャングルジム、ジャングルジム。で、スプリング遊具も、なんかこんなギリギリにあったら危なくない？リアルな視点。まあ、いっか。大丈夫ってことにしとこ。よし。で、この二つね。こっち向きに置いたら怖いね。こう並べとくか。よし。こっちの方向向いてやる。かわいい。空間がかわいい。どうしよう。下葉っぱでいいんかな？土。うん、公園とかは土やけどさ。でもなんか、保育園とか幼稚園ってさ、なんかあれじゃない？裸足保育みたいなとこあることない？下なんか、草にしとって、裸足で駆け回れるようにみたいな。人工芝生とかじゃなくって、普通の芝生？すごいよね。私生きよったとこ普通に、土やったけど。タイヤの遊具。もう置くとこないかな。まあないか。もういっか、それは。あ、三輪車とかも置いとく？かわいいし。なんかウッドパーテーション。ふんふんふん。三輪車。誰かがここで乗る。んで、あとは、室内に置けそうなおもちゃもめちゃくちゃいっぱいあるね。よきよき。めちゃくちゃよきよき。んで、あとは、まだなんか、あるかなー。水の音めちゃくちゃするね。あ、なんか木とか生やしたいな。ねえ、よくない？木。置ける場所ないような気がするけど。でもやっぱそういうのさ、欲しいよね。学校だとか、幼稚園だとか。木陰になるようなところって大事な気がする。普通の広葉樹でいいかな。ファッサ。この辺？うんうんうん。あ、いいいいいい。まあ、手洗い場は隠れたけど。こんな感じで、リアルな感じでね。で、もうあと中でいいかな。いい感じ、いい感じ。んで、中に置きたいのがこの3つ。なるほど。とりあえず先に壁紙をどうにかしますか。壁紙。どういうか、あ、カラフルパズル壁紙。え、かわいい。かわいい。ブルーキルト。イエローストライプ。黄色いキッズルーム。あー、これもいいな。え、どうかな。ジョイントマット。
託児政権、下はジョイントマットがいいかなと思うんやけど。カラフルパズル。おー、チカチカしそう、なんか。だらしないラグ。まあね、くしゃくしゃになったりもするよね。ジョイントマットで行くか。まあ上は別に何でもいいかな。どうしよっか。カラフルパズルでいい？なんか、でもちょっと違うかな。色味的に。黄色いキッズルーム。こっちかな。でもなんかな、色が派手すぎる気がするんよね、なんか。なんとなく。なんとなく合わん気がするんよね。ちょっとこっちから探すか。壁紙。なんか良さげなの。これは？パーティー。騒がしい。アブストラクト。いやー、ガラガラでちょっとなんかな。ピンクのシンプルクロス。いや、シンプルでいいと思うんやけどな。ピンクシンプルでいくか。かわいい。いいよ、いいよ、これで。んで、どういう感じ？託児所。ベッド。そっか。赤ちゃんとか預かるけん、ベビーベッドもあるんか。どういう感じで置かれとんやろ。コルクボード。いいね。掲示板的な。あ、間違えた。二つもいらん。二つもいらない。これの入り口の付近とかでいいかな。よいしょ。んで、あ、じゃああっちの端っこ、右上らへんにテーブル置いて、積み木テーブル。これどれぐらいの大きさ？あ、結構でかいね。あ、でもこういうテーブルは、なんか遊びに使えそうやな。長細いテーブル、ローテーブルがいいよね。ローテーブル。ちょっと、奇形のさ。ローテーブル。工作台。シンプルなテーブル。木製ローテーブル。四角形がいいかなと思うんやけど。なんか、長細いテーブルで、なんか、みんなでこう、向かい合って、食べるっていうのを、私らの時はしよったんやけど、なんか思った感じのがないんよね。思った感じのがないんすよね。まあ、これぐらい、木製ローテーブル、これぐらいのでいっか。んで、これ別んとこに。こんな感じで出しといて、でもこのローテーブルにしたら、めちゃくちゃ低いけど。めちゃくちゃ低いけど、でも豆椅子が置きたいけん、豆椅子を置くとしたら、これぐらいの低さでいいと思うんやけどな。あってもね、豆椅子どっかに。あ、これこれこれ、豆椅子。カエルのチェアとかもある。何個ぐらい？ 4 つぐらい置けるんかな。よいしょ。なんか一人だけ高さ違うけど、大丈夫かな。嫌がらんかな？パーティー席やし。こっち側にも座ればいいか？あ、でも、この辺に先生来る？やっぱ赤ちゃんというか、こういう席使っとる子の隣に先生おった方がいいよね。先生座布団とかでいい？座布団ってかクッションか。クッション、クッション。ちょうどいい感じのあったかな。やっぱ前のあれしかないんかな。あ、座布団一応あるけど。どういう、和風、座布団って言ったらなんか和風な感じになるよね。パターンでいくか？じゃあパターンで、まあ、どれでもいいんやけど、ドットストライプチェック。チェックとかにしとくか。なんかよくある感じ。この辺でいいかな。よし。
あ、そうそうそう、そういう感じ。んで、この上に、こっちになんかあった？テーブルの上に置きそうな感じの。いや、別に特にないね。え、ラグかわいい、めっちゃ。でもオレンジとかにしとこ。オレンジのラグ。あ、いいね。でも色味的にちょっと微妙かな。まあ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 。んで、小物。お子様ランチ的なものはないのか。あ、まあ、あれか。定食。中華風定食。この辺のプレートをなんかポンポンって置いとけばいいか。あ、クッキーとかおやつタイムってことにしよう。クッキー。大勢で取り分けられるものがいいか。あの、クッキーを2つ置いとくっていうのでいいかな。ね、違ったら喧嘩になるかもしれんけん。こういう感じで。んーで、遊ぶ場所手前の方にしとく？よいしょ。で、この辺。で、なんか積み木チェアみたいなのもあったよね。積み木チェア。この辺置いといて、若干邪魔になるかな。だいぶ邪魔になるね。まあまあまあ、でも通れんわけじゃないし、いいやろ。いいいい、大丈夫大丈夫。こっちの方、この辺でいっか、寝るの。邪魔かな。でもこっちの方もちょっと遊ぶスペースにしたいんよね。あれ、なんかシルバニアの赤い屋根の大きなお家的な感じ。持っとったよ、昔。かわいいよね。で、この辺とかので。このテーブルの上ではね、お絵かきセットとか置きたいんよね。お絵かきセット。よいしょ。んで、あー、積み木ブックシェルフ、いいね。じゃあ、この辺のも、これ上に乗せれるか？ちょっと待って、奥に。あ、乗せれるやん。よきよき、いい感じよ、それ。それいい感じよ。じゃあこれ端っこに置いといて、結構いい感じじゃない？よっ。うん、これでこんな感じ。お、はいはいはい、いい感じいい感じ。これでその空間で遊ぶと。ウッドパーテーション。パーテーションね。あ、くそ、ここに置きたいけど置けんか。ちょ、待って、積み木が邪魔なんだな。こう。あ、一応ここを遊ぶスペースとして。あ、オッケーオッケー、いいんじゃない？やっぱこれ邪魔かな？横に並ぶ？こっち。でもなんか子供ってさ、こう横に並ぶよりこっちにおりそうな感じのイメージなんよね。まあ、いっか、一緒に作業しよるってことで。一緒に遊ぶってことで、まあまあ。んーで。あ、なんか、この辺の、クマの奈美ちゃんって大きいやつかな。こう、クマをね。赤ちゃんの見える横に置いといてあげよう。いや、邪魔かな。いや、でも大丈夫か。ここに置いといて。んで、でもそこ壁にしたけん、この違う、これをこっち側に、あー、こんな感じで置いておいて、
で、OK かな。いや、まだなんか、この辺、バードモビール。これをこの上の方に飛ばしといてあげよう。そして、トイナウォールクロック。これデザイン変えれる？あ、色が変えれる。グレー、パープル。赤。いや、イエローのまんまでいっかな、別に。あ、でかかった。思った以上にでかかったけど。あ、でも、この辺か？オッケー、オッケー。あ、で、電気とかは？ここにあるんかな？ここにはないか。なさそうやね。じゃあ、こっちで青の探すしかない？なんだ？合いそうなやつってどれだ？普通に蛍光灯かな。2つぐらい置いとく？この辺と、この辺。こんな感じでどうでしょう？え、いい感じじゃない？良きじゃない？完成です。どうでしょうか？完成しました。わあ、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです。いいのよ。正面から見たら全然目が見えないね。いい感じでしょうか。マリア様、家庭的な託児所。いい感じやん、めっちゃ。ね、子供たち喜びそう。そこで寝かせてあげて。よきよき、かわいいし、お、掃除始めた。ほら、全然顔が見えない。素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったらお帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？いいのよ。はい、撮らせてください。私が写り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね。いいのよ。まあでも君を豆椅子に座らせるわけにもいかんしね。まあ、とりあえずこのまま撮り始めようか。カメラ、君は先生的な感じで映ってくれれば。お、お掃除し始めた。そして私は消える。私は消えまして。どんな感じかな。もうこんな、全体が映るこんな感じでいいんじゃないかな。よっ。出すか？あ、いいんじゃない、いいんじゃない？はい、何でしょうか？はい、完成したので帰ります。そうですか。よかったらまた顔を見せに来てくださいね。いいのよ。かわいい。いやー、満足満足。おかえり。待ってたわよ。と、まずはお給料の1万2000ポケを渡しておくわね。今回もお疲れ。お疲れ様です。それでね、アイナちゃん。グッドニュースよ。何何、またこの度たくみライフはハッピーホームアカデミーと提携することになりました。ハッピーホームアカデミーと、ん？どういうこと？あら、あなたも知ってるはずよ。ほら、毎週日曜日になるとマイホームの評価がポストに届くでしょ。あれの主催者がハッピーホームアカデミーよ。知ってるよ、いつも届いてるね。ハッピーホームアカデミーは提携店向けに施工事例の共有サービスを提供してるの。つまり、今後は他の人が作った別荘や施設をインターネットで手軽に見学できちゃうわけ。あ、そういうこと？夢見みたいなことができるってこと？いろんな人の施工事例を見るのはきっと勉強になるわよ。で、このサービスなんだけど、作ったから使えるよう準備しておいたから、早速アプリをアップデートしましょう。作った、あ、なるほどね。それで見れるってこと？それは写真を見るってこと？直接見に行くってこと？はい、OK。後で試しに使ってみてちょうだいね。でね、
あなたさえ良ければなんだけど、うちもあなたが手掛けた別荘や施設を公開できたらなって思ってるの。もしその気になったら、自信作を選んで作ったあれ公開してみて。よろしく頼むわね。ほうほう。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わりにします。わかったわ。ゆっくり休んでね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、作った、どうしよっかな。さっきの託児所のやつ登録しよっか。なんかその時その時全部いいなって思いながら作るよりけんさ、迷うよね。人んとこ見たら自分のとこしょぼく感じるんやろうけど